年々暑さを増す日本の夏、テント内ではかなりの熱気と湿気が充満します。そこで開発されたのがダークルームテクノロジー。遮光性に優れた素材を生地に施すことで日光を 90% 以上ブロック。3層からなる生地が真夏でも温度上昇を抑えることを可能にしました。そしてさらなる進化を遂げるためエアーシリーズが新登場。テント内の天井部分にファンベンチレーションを取り付けることで低温の外気を取り込み熱気を排出。室内のこもった湿気も排出され湿度が低下。換気機能が大幅に向上しテント内をスピード冷却します。またファンによる気流で体感温度を低下させられます。寝室にはワイドエアメッシュを採用し通気性が従来のモデルより約 1.5 倍向上。進化したダークルームエアーシリーズで快適なサマーキャンプを。